こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス始めていきましょう。スターホースポケットプラス。おはようございます。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？プレミアカップ、なんかメンテナンスをやるみたいですね。ライバルバーガチャ。ダメだ。SSR は出ませんでした。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。今日まだですね。もう一回。よかった。クエストを達成しました。なんだその PV 視聴って。さあ成果の見せ所です。さあ今11月を4週ということで、上限が2200まで進むのでね。ジャパンカップには出さずに。元気ですね。いい感じですね。12月1週になります。さあこれで、さあ成果の見せ所です。さあ成果の見せ所です。特別状況を行うとやばいな。期待が持てます。でしょうか。強引に回復させたな。さあ成果の見せ所です。いい感じですね。本校カップ出しましょう。引き続き三浦高専で行きます。何か用ですか。
本郷カップ、この次は WBC に出そうかと思います。まあこの今回の成績次第だけどな。成果の見せ所です。4番人気に落ちた。ただいまより投票受付を開始します。リングライドマジックあたりですね。まあ一つ丸二重丸がついてますね。前に行くのはそんなにいないからチャンスやと思うんだけど、急騰立てですね。なんと減ってしまいました。本場はウィングライドだけ。さあ香港カップスタート。グランドスタンドにぎっしりと詰めかけた6万人を超えるお客さん、シャティンの興奮が頂点へ達します。さあ飛び出した9頭、いいスタートじゃなかったじゃん。ちょっと立ち遅れ、いいスタートだったような気がします。マジックワンド先頭、タイムワープがその後ろ、そのうちフロリアスフォーエバー。今日も勝利をつかむか、片野川上と三浦騎手9頭、ね、第1コーナー右にカーブを取ります。それから離されましてエディダ、その外に8番ライズハイ、フローレ、ダークドリーム、ウィンブライト、しんがりからレースをしています。もう一度先頭から順番に参りますと、フロリアスフォーエバーがレースを引っ張るようになりました。ちょっと離れて9番タイムワープであります。それからマジックワンド、そしてその外に片野川上、その後ろ5馬身くらいあってエディザ、外を通りまして8番ライズハイ、そのうちに1番フローレ、そしてその後ろから5番ダークドリーム、ウィンブライトはしんがりから行っております。さあ先頭の方はどうなっているか。7番フロリアスフォーエバーが先頭です。ちょっと離されまして9番タイムワープ、マジックワンド、それからもう1頭片野川上、この辺りちょっと離れているエディザ、運んでるんじゃないでしょうか。あとはどこまで伸びて曲がるか。大歓声が上がるシャティン競馬場、片野川上は4番手といったあたり。さあ先頭はフロリアスフォーエバーが3番手に上がっていく。でも結構フロリアスフォーエバーも粘ってんだよな。そしてタイムワープが突っ込んできた。片野川上か、頑張る頑張る、バトンとフロリアスフォーエバー、2番手に片野川上、追い詰める。ライズハイ、ライズハイが1着、あとは写真です。ライズハイの方か。2着はなんとかキープした感じですかね。悪くはなかったけどな。よく頑張りましたね。1着8番、2着6番。レースを終えた馬が戻ってきました。あ、この期待が持てます。いい感じですね。あ、ベストバッター上がりましたね。2段以上成功した例がないんで、おそらくこれがあのピークなんでしょうね。何か用ですか。そう、成長型とかを見れますからね。成長型は普通ですね。まだ3歳ですからね。まあ能力の器的にはピークになったので、ここからその器に向けて仕上げていくっていう段階じゃないかなと思います。残り30周です。ということで本郷カップ2着になりました。まあ、この成績だったら一応 WBC 出してみてもいいのかなというふうに思いますので、次回 WBC にご期待ください。 WBC タフになるんじゃないかな。まあ、マイルでもいい。さあ成果の見せ所です。いい WBC クラシックか2000の。さあ成果の見せ所です。
2000は結構競争力が、さ、成果の見せ所です。競争率が激しいと思いますが、何か用ですか。どこまでやれるかを一度試してみたいと思います、まあ、プラスになってから一番活躍できそうな馬なんで、これからも期待して見ていただければと思います。チャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。